はいどうもこんにちは、たてゆです。いやね、まあ今月ももう少しで終わりということで、あ、ちょっと今月そんな課金してねえなと思って、ちょっと今月の課金額を確認したところ先月の半分でした。先月19万失ったに対して今月9万、まあ、9万もなかなかやべえんだけど、なかなかねコストを抑えれた月ではないかなと思います。セレクションの神引きがねクソでかかった。うん、ただ6月19日も失ったのがでかすぎて、来月実家の秋田に帰省しようと思ったんですけど、新幹線代がないです。パチンコでちょっと稼いできます、これから。はい、ということでね、早速今日使う選手の紹介していきましょうか。今日使う選手はこちらです。はい、楽天西川春樹選手でございます。はい、いやね、楽天で一番好きな選手僕則本さんなんですけど、もう野手で一番好きな選手西川さんでしたね。日ハム時代からね結構好きでした。はい、もうユニフォームも買ってますから、この通り。いやーね、クソかっけんだマジで。そんな西川さん、まあ、去年のね春頃とか大爆発してて、まあそれからまあ今年含めちょっとあんま成績は振らないですけど、いやー、なくてはならない存在です。楽天西川さんが来てからね、盗塁数がねバカみたいに増えたんだ。今確かリーグトップじゃなかったっけ。そういう効果もね楽天に与えてくれて、非常に推せる選手でございます。まあね、能力軽く見ていきますと、はい、称号がこんな感じで、まあなんといっても走力88と現役選手最高値、侍の周東さんが88かな、もう最高値。ちょっと走力だけなんでこんなキープできるのかっていう疑問はあるんだけど、最高値です。 S も狙います。ちょっとこの後証拠チャレンジ1回だけやらせてください。はい、まあパワーとミートが、まあ、だいぶ落ちちゃってはいるんですけど、まあ全然ねラインドライブなんで、なんといっても入ります。ホームランとかかなり打ちやすい、フォームも相まって。で守備適性がこんなもんで、特殊でレフト B 行けます。まあ足がクソ速いんで、もう体幹 A マジで、まあ、裏捨てがちょっとあれだけど、まあ、十分いいっすね。はい、で特能がこんな感じで、あのもう走力に全振りしてる感じっすね。まあ、選球眼に盗塁走塁と、もうね走ることしか考えてませんと。まあこんな感じです。まあね、一番で使うのが、まあ楽天純正なんで僕はやってるんですけど、まあダイソーでも全然ね、ダイソー最強でしょこの人で。あともう守備で守らせたりとかできると思うんで、ぜひそんな感じで使ってみてください。それではね早速いきましょう。まずは証拠チャレンジ、あもう5冊しかねえけど、もう5冊つけちゃうわ。これで走力 S 決めたいと思います。いけ頼む、走力極めてくれ。89でいくか。さらに走力をね上乗せして、これがねちょっと使っていきます。それでは試合いきましょう。はい、ということでね、対戦よろしくお願いします。早速1番でぶちかましていきたいと思います。ホームランもね打てるということをね証明していきたいと思いますね。ここで打てるかな。さあ極みゴールデン、さあヤギさんか、あこれ最新ヤギさんか、ちょっと見慣れてねえ人来たな。まあね早速、うわそれ入るのか、マジで見慣れねこの最新ヤギさん。よいしょ、早速もう走っちゃいますよ。もう古田だろうが甲斐だろうが何でも盗塁できるんで、あもう早速ぶちかますよ。おい、まあ空振りはしていこうかな。さあナイスでファイト、はい、これがアウトになります。さすがにストレートボール球ナイスではきつかったかな。うえ、これが西川の守備範囲。はい、ということでね、ちょっと1戦目はねちょっと2打席に回そうとしたら藤井さんをぼこしてしまったんで、なんかリタイアされました。さあ2戦目今度こそ盗塁決めたいと思います。じゃあ早速出塁していくぞ。田淵さんって肩 S にできる人か。まずは出塁や、全然選球眼出ない。さあ相手はまあ、ああいけた今、くそ、よいしょ、これがあじゃあ飛ぶんすよ。パワー60でもちょっと危なかったけど、やっぱライドラはいいね。ちょっと通りできなかったけど、
あ、しくた。あー、くそ気持ちよすぎでしょ、今の。まさに浅村やん。ぶね。完璧すぎんこの投球術。最後で3戦目いきましょうか。ちょっと西川さん以外がめちゃくちゃ活躍してて、これ本当に西川さんの動画でいいのかなと思ってますが、いきましょう。さあ、有原対西川という日ハムも出ていった者同士の対決。まずはね、早速は瞬速経過された。でも関係ないんですよね。あっぶね。さあ、トールチャンス行くぞ。まず初球から走っていこうかな。今日は誰だ、酒倉さんか。あーっと危ない。ちょっと行ってみようか。行ってみます。多分外される。あー、普通に外れなかった。じゃあもう、じゃあ盗塁するわ。あー、検出されたわ。アウトになったわ。おい、どういうことやねん。普通にアウトになった。酒倉さんとか一番盗塁のチャンスなのに。てか有原だからタイピングがぶちかまされるか。おー、ぶね。タンダだらけやんけ。いや、めんどくせえの来た。だからなんやねん。さあ、おい、ここでツーランぶち込んでコールド決めてやれ。西川さん、ぶち込めるということを見せてやれ。 A ランクだから打てるぞ。さあ集中してけ。 A ランクならいける。藤井でもここだ。ほら、入るんですよ。パワー C でも。はい、ということでいかがだったでしょうか。あの盗塁全部失敗したんですけど、本当は普通にやれば成功するんで、はい。最近はね、坂倉さんが多くなって、まあ、スローイング D の肩 B かな、さっき見た感じ。結構ね、甲斐さん、古田さんが入りまくってた時期に比べれば、盗塁が決めやすい環境になってます。まあ、あと、延長でね、二塁とかにダイソー置いたりとか、そういう場面で使っていただけてもいいと思います。まあ、なんといっても、普通に打ってますんで、はい。盗塁は決めれなかったけど、ホームランぶち込んだから許してくれ。はい、あんな感じで普通に打てますんで、ミートが低かろうがパー低かろうが持ってけるんで、ぜひ当たったらね、まあ突できない方はダイソーの要因でもしてやってください。はい、ということで今日は西川遥輝さんの動画でした。ここまで見てくださってありがとうございました。それではバイバイ。